まずはじめに、測定に必要なものを準備いたします。測定に必要なものは、専用ソフトウェアをインストールしたパソコン、唾液検査装置本体、測定に使用する試薬、線香水、スポイト、コップ、ティッシュになります。続いて、検体を採取します。まずはじめに、線香水の口をねじ切り、中の水をコップに開けます。続いて、測定される方に、コップの中の水をお口に含んでいただいてください。10秒間、口の中をよくすすいでいただきます。この時、口腔内の唾液をまんべんなく採取できるよう、口の中でお水を回すようにすすいでください。10秒間経ちましたら、お口の中の水をコップに戻していただいてください。続いて、唾液検査装置の電源を入れます。立ち上がるまで少々お待ちいただきます。専用ソフトウェアと装置が立ち上がりましたら、続いて専用ソフトウェアの準備をします。まずはじめに、真ん中の測定ボタンを押してください。続いて、カルテ番号に任意のカルテ番号を入力してください。必要に応じて、患者氏名、生年月日などの患者属性を入力してください。入力が終わりましたら、右下の OK ボタンを押してください。続いて、試験紙の準備をします。試験紙の準備ができましたら、続いて、先ほどお取りいただいた検体を転着して、測定を開始します。はじめに、検体をよく混ぜてください。検体を混ぜ終わりましたら、試験紙に検体を落とし、測定を開始します。よく混ぜた検体をスポイトに吸い取ります。続いて、試験紙の各パッドに一滴ずつ落とし、装置の開始ボタンを押します。次に、試験紙の余分な検体をティッシュで取り除き、装置のカウントダウンが鳴り終わるまでに、試験紙を装置にセットしてください。測定開始から約1分後に、一度装置が試験紙を読み取るために動きます。測定から約5分後に、装置が試験紙を読み取りに動き、測定が完了します。測定が終了しましたら、結果シート作成画面で、必要に応じて結果シートのタイプ選択やコメントの編集を行い、次へを押してください。結果シートのサンプルが表示されますので、問題なければ印刷を押してください。これが実際の測定結果です。以上で測定操作が終了です。